あらあら、ゴミ拾いか。あ、おはようございます。ご苦労様です。なるなる、地元の方が あれですね、朝一ゴミ拾いをされてるんですね。いやー、素晴らしい街ですね。パリパリにカスタム来たんな、うん、ちょっと大きい。さっきまでね、まあ何せこういうところなんで軽トラがね、圧倒的に軽自動車が多いですけど、やっぱ大きい車が来るとこの車幅、こういったあの車幅がねある分ね。さあ、本当に いいのこれ、まっすぐ行ったら本当に行けんの不安になってくるな。どんどん線路が離れてくるけど、まあでも地図見たらあのガーッと今離れてってる線路がまたこっちの方に戻ってくるらしいんでね。それでなんだらこっちの方のが最短距離みたいですね。不思議な構造です。この辺りはもう全部借り終わった後ですもんね。あ、もうそっか、もうそっか、借り終わりか。はい、ございます。ね、農作業的に言ったら全然なんならバリ1回目の休憩入っていい時間ですもんね。やっぱそうですね、単車で走るのはちょうどいいもんな、ここ。おお、多分 125cc ですか。だいぶいろいろカスタムしてありますね。まあ、ユニハンやってたんでね。まあ、私はバイクには乗ってなかったですけど、バイクはいっぱいありましたからね。ちょうど、あの、125cc タイプね。すっごくどうでもいいね。裏技ですし、まあ、全然ね、郵便局で働いてたらね、あの、誰もが知ることではあるんですけど、郵便局の二輪でね、あの、効率よくっていうのかな。郵便局ね、すごく働いてね、バイク配達したいよっていうね、考えのね、ある人がね、いらっしゃるんでしたらね、もしね、このチャンネルを見てる方でね、いらっしゃったら、ね、何をしとけばいいかというとね、125cc のね、バイクの免許を持っとくっていうのはね、一番手っ取り早くね、郵便局でね、活躍できる方法ですからね。そうそうそう、125cc やっぱ持ってないとね、逆に 50cc だとね、いろいろと制約がついちゃうんでね、大変なんですよね。まあ、単純に馬力がない分ね、あれですけど、化石祭の、その兼ね合いでね、積載量が 50cc だとどうしても少なくなってしまうんで、 50cc で30キロまでだったっけ、使ってなんかいろいろと制約があるんですよね。うん、ですし、やっぱ出せるスピードとかもね、当然いわゆる赤ナンバーですよね。普通の原付のバイクはね、白いナンバープレートですけど、125cc はね、赤ナンバーに取って、あれだとね、その30キロ制限とかそういうのにも、スピードの方の30キロ制限ね、重さも30キロとか制限、30、30ですか、確か制限があります。そのあたりがなくなりますし、で、125cc のカブの方ならね、全然50cc 同様に小回りが効くんでね、やはり配達でやるなら 125cc ね、乗れるようになってくっていうのがね、
入ってね、正社員とかに、ね、なりやすいのは、まあ、これはもうほぼ明言しちゃっていいんじゃないかな。うん、郵便局で二輪のね、外務っていうんですけど、周配外務やるんだったら1人が欲しいし、もうあらかじめ持っとったら、履歴書に、あの、書いとったらいいですよ。履歴書に 125cc 乗れますってね、あの、資格のところに書いてあったら、あ、125cc 乗れるのってなって、ね、全然話変わってきますからね。まあ、50cc しか乗れなくても、あの、今なら、全然バリバリ雇ってもらえますけどね。圧倒的に人手不足ですからね。あ、でも局によって違うのかな。 あとちなみに給料面で言うとね、あの4人より2人の方がいいですからね。あの、まあ、危険手当じゃないですけど、やはり、あ、まあ、バイクでね配達しないといけないんで、当然やっぱり4人よりもね怪我を負ったりする可能性高いですから、その分ね、ベースが高いはずです。うん、4人よりもね、4人とか内務とかやるよりも、外務の一番だから一般職で入った場合はね、外務のやっぱバイク乗りが一番稼げるのかなっていうところですね。うん、あ、まあ、もちろんあのエリートクラスの人は別ですよ。あの、完全にあの階層が分かれてるんでね、郵便局は。だいぶ歩いてきたけど、いや、これ地図見てなかったら心配になるレベルだもんな。まあ、地図見てバチコンが合ってるらしいんで、っていうか生徒はどこ行った？この小高い丘を反対側から浮かんでるのかな。なるほどな、そういうことなのかな。あ、よいしょ、熱い。